俺の名前はユウスケ。自衛隊としてここイラクに支援活動に来ていた。そんな2004年の12月のことである。マサユキさん、これ大丈夫なやつですか？俺たちは150人を超えるイラク人たちに囲まれていた。そもそもどうして俺たちが支援活動に来たかというと、少しだけ時は遡る。2003年3月、イラクはアメリカなどの有志連合軍から爆撃を受けていた。お姉ちゃん、どうして僕たち爆撃なんて受けてるの？なんか悪いことした？イラクが大量破壊兵器を持っているって疑われてるからだって。アメリカとかも関わってるんだって。いきなり攻撃するのは違うでしょう。そして同年9月、イラクの大統領が拘束された。私の命はどうだっていい。だがこれだけは言わせてほしい。大量破壊兵器なんぞ持っていない。だからこれで終わらせてくれ。頼む。まあそれは残念だけど、上が決めることだからな。悪く思わないでくれ。そういった背景もあり、俺たち自衛隊はイラクの復興活動の支援をすることとなった。自衛隊に入ったはいいけど、めちゃくちゃハードな任務じゃないですか。マサユキさん、俺たちの行くところ本当に非戦闘区域なんですか？ま、名目上はな。名目上？たどり着いた場所には明らかに爆撃を受けた跡が見えた。名目上ってリスクはゼロじゃないってことですか。俺たちが派遣されるところはな、危険だから派遣されるんだ。そりゃまあそうですけど。気温は60度の灼熱であり、日本の夏とは比較にならなかった。こんなんじゃ作業になりませんよ、マサユキさん。現地の人に任せて、俺たちは。ああ、久しぶり、元気してたか？ああ、爆撃を受けながらなんとかな。あんたなら生き残ってくれると思ってたぜ。先輩隊員の正幸はフレンドリーに現地の人と接していた。なんであんな親しそうに。ああ、お前知らないか。いいか、イラクでは正幸さんの言うことちゃんと聞いておけ。あの人は中東のプロだ。任務でやってくるのもこれが3度目だ。3度目。まあ確かにすごいですけど、言うこと聞くって言ってもやることやるだけ。その時、勢いよく俺の方に布のようなものが投げつけられた。おいお前ら、さっさと着替えろ。今晩食事会をすることになってる。参加者は全員現地の服を着るように。なんでわざわざ。あー、てか正幸さん、もう着替えたんですか？俺がここでの清掃だ。さあさっさと着替えろ。そんなこんなで、その日の夜、俺たちはイラク人込みで食事をした。確か素手で食べるんでしたよね。右手で食べるのもポイントらしい。左手は不浄の手、マナー違反だとさ。独特な文化ですね。それで野営地の話です。支援活動をする上で野営地を設置したいという話ですが、安易に OK とは言えない。それなりのものを出してもらわないと。俺たち仕事で来たのに、おかしいじゃないですか。おい、ユウスケ、イラクにはイラクの考えがあるし、今のイラクに経済的余裕はない。お互いの妥当な落としどころとして、きちんと払うものは払わないといけない。だから交渉用に契約書も書いてきたんだ。なんでそこまでして。こんなんじゃ歓迎されてないのと一緒じゃないですか。なあ、関係性を続けるのも交渉を成立させるのにも必要な時間というものがある。俺はその時間はかける価値があると思う。俺は正幸さんがなぜそこまで中東をリスペクトしているのかわからなかった。そして結局正幸さんは1ヶ月半で10回以上の交渉会議に出向いていた。そんなある日。おいみんな、戦車が来たぞ。あ、ついに来たか。やっぱりこういう場所で戦車は欠かせない。え、日本国旗？日の丸、かっこいいだろう。デザイン性の問題じゃないですよ。ここ戦場ですよ。こんなんじゃイラクを支援してますってバレバレですよ。撃たれたらどうするんですか？引くわ。ドン引きだ。俺、アメリカ兵にもドン引きされてます。ほら、これだけわかりやすかったら現地の人に覚えてもらえるだろう。何考えてるの？日本、
そもそも、なんでそこまでするの？いや、だから、現地の人にもドン引きされてるんですって。なるほどな。すると正幸さんは、子供たちに目線を合わせ、声をかけた。不安にさせて、申し訳ないな。ただでさえ、今爆撃でピリピリしてるのに、なんでそこまでするか。だけど、まあ簡単に言えば、友達だから助けに来たんだよ。俺たちも60年前の戦争で国が焼け野原になった。だけど自分たちの親世代が頑張って日本は復興した。ここイラクの原型であるメソポタミア文明は人類にとって偉大な歴史を作り上げてきた。君たちは偉大な国民だ。そんな偉大な国民が立ち上がろうとしている。助けない理由がないだろう。正幸さんには正幸さんなりのイラクに対するリスペクトがあり、それをモットーに活動を続けていたことを俺はその日知った。その言葉を聞いたイラク人の少年は走って去っていった。ちょ、アリー、どうしたの？届いたんでしょうか、今の正幸さんの言葉。それでも伝えていくんだよ。それが俺たちの責務だ。さて、ぼさっとしてないで、お前も運べ。復興作業はまだまだ終わってないんだ。現地の人、もっと頼りましょうよ。正幸さん、休んでないでしょ？こういう時に一番に動くのが俺たちなんだよ。それからも、俺たちは大量の水、医療キットを配備することに善処した。そんな支援があったからか、国民には多くの水が行き渡り、医療のサポートにより安全に子供を産むこともでき、着実にイラクは変わっていった。やる意味ありましたね。サプライズの用意も頑張りましたし、疲れました。お疲れ様、よく頑張った。でも本当に良かった。そして時は冒頭へと戻り、イラク人に囲まれている俺たちは何をどうしたらいいかわからなかった。何か俺失礼なことしましたかね。いや、思い当たらないな。日本の自衛隊さんたち、たくさんの支援、本当にありがとう。イラク人たちは日本国旗を片手に俺たちへお礼を告げてくれた。めっちゃ感謝されてる。よかった、やった甲斐はあったみたいだな。これ受け取ってください。お、もしかして手紙的なやつですかね。ありがたい話だ。隊員みんなで回して読もう。違います、帰らないでほしいという署名です。1500人分あります。お願いです、ずっとここにいてください。1500？ どんだけかかったんだ。2日です。短っ。うっそー。なあ、でもお前が爆睡してる時、野営地を奇襲から守るためにめっちゃ取り囲んでデモ行進までしてくれたからな。日本は私たちが守る。そんなことあったんですか？教えてくださいよ。まあともかくだ、ここまで感謝してくれるなんて思わなかった。こちらこそありがとう。だって友達なんでしょ。正直私たち、あなたたちが怖かった。怖かった？だってあなたたちアメリカと友達でしょ。絶対支配されると思った。だけどあなたたちのことを見てて、ここまで道徳と倫理を持ってるなんて思わなかった。それにだ、続いて話し始めたのは部族長だった。度重なる交渉は私たちと確実に信頼関係を築いてくれた。それだけじゃない。現地の作業員をこき使うのではなく、あなたたち自衛隊も熱心に動いていたこと。休憩時間も交流しながら食事をし、遅くまで残って作業をしていた。君たちの姿を私たちは見ていたよ。部族長さん。だからだ、どうかここで暮らしてほしい。妻も家も準備した。いや、もてなしのレベルが高すぎるわ。それは、遠慮しておきます。その代わり、もう一つ、サプライズプレゼントがあります。ちょっとしたものですが、ちょっとしたもの。うわー！そこには、俺たち自衛隊が頑張って用意した。すごーい！鯉のぼりが、まるで生きているみたいに風に揺れていた。すごい！ 200 以上ある！あれは、どういう意味なの？あれは、下流から上流に逆らって登ることから、子供たちの健やかな成長を願う日本の文化、鯉のぼりだ。
子供は国の未来を築く。最後まで素晴らしいな、日本は。そんなこんなで俺たちは日本に帰ってきた。イラクでの支援のこともあり、俺たちは取材を受けることとなった。自衛隊については様々な意見があります。自衛隊は支援をする一方で軍事的緊張の原因にもなっているのではないかと。当然そういう意見を出されることもある。自衛隊も表面的には軍隊だ。そういう印象を持たれることも珍しくない。だからこそ正しいことを伝えていかなければいけない。そういう人たちも含めて守るのが自衛隊です。愛する家族がいる中、危険を顧みず任務に臨み、災害被災地にも駆けつける日本を守るための組織、自衛隊を私は誇りに思います。どうかこれからも自衛隊が誰かの助けになるよう、俺はこの仕事を続けたい。